はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ、今週は小さなスコップじゃ人は救えないというテーマで喋っていきます。で、ダラダラジオは毎週日曜の20時、8時にね投稿してるんですが、だいたい前日の土曜日にね撮影をしてっていうのがまあ流れになってるんですけど、今日珍しく当日に撮っておりまして、あの午前中の生放送、あの一緒に勉強しようライブね、参加してくれた方ありがとうございます。それを終えて今これ撮ってるんですが、でまあこれ8時からこう投稿してるんですけど、この一緒に勉強しようシリーズ、夏休みにね2週間がっつりやるよっつってまあやってて、で今日が最後なんですよ。でこの後の夜の10時から2時間、一緒に勉強しようやって、ひとまず一区切りとなりますのでね、まあよかったらあの参加していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。でまあ、今週はねこんなテーマで喋っていくわけなんですが、あのつい先日歌ってみたの動画をね投稿しまして、まあ、聞いてくださった方がいたらね本当ありがとうございます。今のところどの辺3万弱ぐらいだったかな、聞いていただいたのが。でいつも歌ってみたって1年に1回投稿してまして、大体が3月に投稿してます。まあ、1年の終わりにね卒業おめでとうみたいな気持ちを込めて、まあ、歌詞とかいろんなものを吟味して歌わせてもらってたんですけど、今年はねこの8月、に投稿すると。で、まあ、概要欄にも簡単に書きましたけど、その9月1日っていうのは毎年学生の自殺者が一番多いと言われていて、それは夏休みの長期休みが終わった後にその反動というか、また学校が始まるストレスとかいろんなものがね加味してそういう状況にあると思うんですが、今年はまあ大体、まあ、もう始まってる方もいますけど、この明日8月24日から、夏休みが終わって始まるっていうところが割と多い、うちの子供もそうですけど多いんですね。で、まあ、それでそうなんだろう、この日がみたいなことも言われてるんですけど、実は自分その8月24日にその今までの9月1日みたいな自殺者がめちゃくちゃ多くなるっていうのは来ないと思っていて、でどっちかというとじわじわとこの8月24日で再開した後に、学生の、まあ、自殺者だったり自殺未遂をしてしまう子が増えていくんじゃないかなっていうのをすごく、まあ、危惧してるというか、気にかけてるんですね。ずっとそれは思っていて、なんでかっていうと今回夏休みが短かったんですよね。短いとですね、集中力ではなく緊張感があまり切れないというか、こう一旦ふうってあんま落ち着けなかったと思うんです。みんなこう休みましたけど、多少は休んだと思うんですけど、でも急にもう始まったでしょ、いきなりもう終わりかみたいな。でそれで始まって、だからこう一旦なんだろう、40日ぐらいのオフになって、あまた始まるのかあの日々がっていうよりも続いてる感じだから、そのこの24日とかにいきなりドンとは来ないんだけど、まあ、コロナだったりとか、まあ、今学生はね例えば修学旅行とかイベントがなくなったりとか、まあ、社会人のみんなもそうですよ、学生だけじゃないですけど、もう不自由がめちゃくちゃかかっている、ストレスと不自由がね。でその学校が始まって24日始まるじゃないですか。で次までは今回は学校が6月に再開されて数ヶ月で夏休み一応入ったんですよ、ちょっとで。でも次長いんですよ、冬まで結構あるんですよね。で学校行ってて日々いろんなことを感じますよね。でそれはまあプラスのものだけじゃなくて、きっと今はマイナスのことの方がすごく感じやすくなってる。でそれがどん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 加速してっちゃうんですよ。で休みも来ないしね。でだん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 やっぱりさ、その先が見えないから、ね、あの生きることに悲観してしまってっていうのがだんだん感じてきて、その増えていくんじゃないかなって思ってて、そうで自分がなんかできないかなって思った時に、別に自分は授業することしかできないから何もできないんですけど、その自分もねもともと生きることをやめようっていうのを何度もしてた人間だったので、割と自分は歌に救われたところが多かったんです。そうでいろんな先週のさあのテーマにしてた浜崎あゆみさんの A Song 4とかもあれもそうですけど、今回歌わせてもらった森山直太朗さんの生きることが辛いならも、まあ、自分は学生終わってましたけど発売した時には、でもすごく自分は救われたというか、背中をこうそっとこうなんか支えてもらった歌だったんですね。だから、まあ、自分が毎年歌ってますけど別にそんなにこう反響があるシリーズではないので、なんだろうな、待ってくださる方っていうのはそんな多くないのは分かってはいるんだけど、でも例えば自分が歌うことによってその曲をね知ってもらって、で何かしら感じてもらって、もうちょっと頑張って生きてみようかなっていうふうに思ってもらえるんであれば、やる意味があるのかなと思って今回ねこの歌を投稿させてもらいました。で今回の
ダラダラジオのテーマはそこにも関わっていて、自分よく、まあ、こういったこともやったね、歌ってみたもそうですけど、その生きてねって生きててねっていうことを動画で結構言うじゃないですか。見たことある方いると思うんですけど、であれってやっぱり結構叩かれるところで、まあ、いろいろ言われるんですね。そう、その死にたいって思ってる人に生きてっていうのはどういうことなんですかって、苦しめてるだけですよねみたいな。そうで、あなたがこうあーだこうだ言ったところでも何も変われないですよみたいな、うん、でもそれは合ってると思うんだよ。そう、自分が学生の時に死にたい死にたいって思ってた時、特に中学が一番強かったから、あの時期に今の俺の動画とか歌ってみたを聞いて救われるかっつうか支えられるかって言ったら、うん、どうだろうなっていうタイミングとかもあると思うけどね。うん、なんだろう、二つ返事でさ、絶対救われますみたいな、助かりますっていうのは実は言えない。うん、やっぱり社に構えちゃうから、特に俺なんかはなんかさ、綺麗事ばっかり言いやがってこの野郎みたいなに思うだろうなって、いや思うんですよ。だからああいう動画、喋る動画とか、その今回の歌ってみたのこの曲をあの、ね、選択したところもそうだったけど、プラスどころかマイナスをさ与えてしまう人もいるだろうなとは思うんです、毎回撮るときにね。そうで、今回のその浅いスコップっていうのは、あ、違う、小さなスコップっていうのは、まあ、小さいと浅い部分しか掘れないんですよ。だから浅い部分の悩んでる部分の人にしか届かないと、深いところで本気で悩んでる人のところには届いてねえんだぞみたいなのを言われたことがあって、うん、確かにそうなんだけど、でも浅いスコップだろうが、ね、小さなスコップだろうが掘らないと誰の手にも届かないと思っているんです。みんなも、まあ、友達か分かんない、周りの人がさ悩んでる人がいた時に、なんで声かけてあげたらいいか分かんなかったりとか、自分がねその立場になってないから何かを言ったところで全部苦しめちゃうんじゃないかなって思うと思うんですね。この前のコメント欄にもあったけどさ、恋人どっちだっけ、ね、彼氏さんか彼女さんか忘れちゃったけど、どちらかがね自殺未遂をしちゃって、私はどうしたらいいか分からなくなっちゃってみたいな。いやそうだよね、そうだと思うんだわ。そうだ、みんなにとって友達だったり恋人だったり家族だったりがさ、そう悩んでる時にどうしたらいいかなってね、分かんなくなると思うんだけど、で自分は思うけど、で答えなんてないと思ってるわけ、ね、答えなんてもしあったらさいいんだけど、でもどの本を読んだってどのサイトを見たってさ、誰にでも聞く万能薬みたいな答えはどこにも載ってないから、じゃあって俺が思ってるのは、自分の本心で本当に思ってることを届けようと、それで言って嫌われたり、それを言って相手を傷つけたらどうしようと思う気持ちはあるけれど、やらないよりやる方がいいだろうっていうのをずっと思っていて、それはまあ自分は教育実習行ってた頃からかな、やっぱり。うん、なんかちょっと話が二転三転しちゃってごめんなさいなんだけど、自分がもともとね、教育に一生身を捧げようって思ったのは、大学の時の教育実習がきっかけなの。まあこの話もね、おい耳にタコができたぞって思ってる方いるかもしれないけど、ちょっとごめん、付き合って久々に話すから。教育実習中学行った時に、屋上っていうか、まあ、テラスみたいなとこなんだけど、女の子3人がいて授業中だったのに、なんでだろうと思ったわけよ。で自分普段絶対そういうのスルーするんだけど、まあ、気になっちゃって声かけたんだよね、何してんのみたいな感じで。そしたら保健室登校してる子たちで、そうで、なんかその中の一人は、その自分が教育実習行く直前まで入院してて、その入院理由が確か睡眠薬の多量摂取だったかな、確かで入院してて、で退院した、まあ、自殺未遂をしちゃってね、退院したみたいな話だったので、自分がその時にやっぱ自分もそういうのは分かるから、気持ち的にはそういう経験辿ってきてたから、この子たちと話してなんか、なんだろうな、励ましたいとか当時思ってなかったんだけど、特にでも何かを感じてもらえたら嬉しいなと思って、こう単位がね、大学の単位を失わない程度にサボり、教育実習中に、でその子たちといっぱい話をしたり、まあ、いろんなエピソード、ちょっと細かいエピソードはちょっと省くけど今回はあって、でその子たちとの交流を通して自分が救われて、逆に、うん、自分って最終的にはね、その自分と話すことによってもう自殺未遂しないからって言ってくれて、で今でも交流あるんだけど、そのことは、そうで、その時に、あ、自分って人の役に立てるんだって思わせてくれた、その子たちが。そうだから、そっから、あ、自分は絶対教育に身を捧げて、
まあ、救うんだっていうか子供たちの支えになるんだ、そういう生き方をしていくんだって決めた瞬間だったわけよ。そうで、そっからね、でもさ、やっぱいろんなね、実際に会った子もそうだし、こうやってネット上もそうなんだけど、いろんな悩みを持ってる子がいる、ね、悩みの種類なんても多岐にわたるからさ。で、自分が経験したことない悩みもあるわけ。例えば親に家庭内暴力を受けてるとかね、経験してないから俺はわからないわけよ。でももちろんそこでさ、こういね、自分は何かしてあげられないけど、こういう相談先もあるよということもできるんだけど、でも自分がその時思った、で本当にごめんって、俺は経験してないから、多分君のあなたの気持ちをとか苦しみを全部理解することは絶対できてないと、できてないから不快に思うかもしれないけれど、でもその話を聞いて俺はこうこうこう思うっていうのを本心で伝えることが一番の礼儀かな。それでもし嫌われてしまったりとか苦しめてしまったんであれば、もちろん反省しなきゃいけないとこだけど、何もしないでゼロでいるよりは行動をしてプラス0、まあ、マイナスになっちゃうこともあるけど、プラス 0.1 だろうがプラス 0.01 だろうが、そっちの方が俺は価値があるというか意味があるんじゃないかなと思ってずっとやってる。それが YouTube でやってることでもある。そうだからこれからもきっとそういう動画を撮っていくし、あの喋るような動画ね、あの階段でよく喋ってるようなやつよ、うん、それでおそらくいろんなこと言われることもあると思うけれど、多分それは変えない俺は、うん、だってそれで一人でも、うん、聞けてよかったって、もうちょっと生きてみますって思ってもらえる人がいるんであれば、きっと俺のこの動画を撮った意味はあると思うので、うん、っていう風に思ってる。だから今回このねダラダラジオで何を言いたかったかっていうと、みんなも自分が無力だったりとかね、小さなスコップ、小さなスコップ持ってないって思ってる子もいるかもしれない。本当手でさ泥をかき出すぐらいしかできんみたいな風に思ってる子もいるかもしれないけれど、まあそのね、自分の持ってるスコップをなんて言うんだろう、過小評価してる子はいっぱいいるから、そんなことねえぞっていうのは思うよ。いやお前もっと素晴らしいものめっちゃ持ってんぞって思うけれど、それプラス小さなスコップだろうが手でかき出すような地味な作業だろうが、あなたが本気で思った言葉っていうのは本気だからこそ届くことがあるんだよっていう、自分のと発した言葉っていうのはすごいエネルギーを持ってる、プラスにもマイナスにもっていうのをぜひ思っておいてほしい。あなたの存在で救われる人は必ずいるからね、っていうのを思って喋らせていただきました。はいちょっと2週連続でね、少し重ための話になってしまって申し訳なかったんですが、ちょっとどうしてもね、時期が時期で、どうしてもね、やっぱり生きててほしいんですよね。生きててほしい、うん、っていうのが強くて、今回もねこの話をさせてもらいました。はい、ということで以上でございます。で次回はね、またちょっと違う、もちろんラフな話かななんか息抜きに聞けるみたいなぐらいの話をできたらなと思いますので、よかったらまた来週の方も聞いてみてください。では今週のダラダラ今週のダラダラジオは以上となります。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。